はい。前回あれから飲みすぎて、二日酔い気味になっちゃったんですけど、まだちょっと余ってるんで、また飲みましょう。ポン、聞こえなかったかな。ポン。よし。すごい、まだいい香りが残ってる。あ、でもほとんどない。もうコップに、半分もないです。はい、乾杯。うまい酒はね、飲みすぎるから良くないね。行きましょう。お知らせ、140万ダウンロードまで来たそうです。150万が結構大御所なので楽しみですね。で、29章の続きを行きたいところなんですが、チーム編成見てみましょう。あれからちょっと育てまして、このスキル一覧で、まずはオッパリーがの魔法攻撃が役に立たなかったので、前回被って出たピッツファーを入れました。はい、あとはですね、ちょっと面白いこと試してみようかと思って、どうなるかちょっとわかんないんですけど、パワードポイントためアップっていうのを持ってるやつが結構いたので、それを入れてみたと。どんだけアップするのか。まずこいつですね、名前忘れちゃった。すいません。エルバーン。エルバーンがパワードポイントためアップ持ってると。それからググバがパワードポイントためアップ持ってると。そしてブルババもためアップ持ってると。で、さらに育てた、ルナーサクトがパワードポイント1枠装備っていうのを持ってると。つまりパワードポイントが3枠から4枠になって、さらにため、3人がためアップ、ためアップ。どんだけパワードポイント貯める、溜まりやすくなるのかっていうのが楽しみな、チームです。あと、ピッツファーは死んでもいいように、HP 4分の1で一度だけ復活という技を持っています。よし。そんな感じのチームで行きましょうか。ブ。4。29の4。前回の続きからですね。はい。こんなチームで、相手は弓が9なんで、ググバとコリン入れてますね。あとは、魔法が20あると。難易度67。結構大変かもしれない。ということで、開始。ためがどれだけアップするか見てみたいなという感じです。はい。パルパ。ああ、わかった。声が聞こえたわけではない。だが、パルパの強い意志が糸となり、皆の心を繋いでいく。いや、いいですね。ブレスアタックから来た。ワードポイント生成。あれ？ワードポイント生成。いきなり生成する。こいつが生成してくれたの？ちょっと待てよ。ブレスアタック周囲、吹き飛ばし、トルネード全体。トルネード全体怖いね。なんか強そうだね。それから、あとはただの魔法やろうとかね。こいつがなんか注意だね。そう、ここでパワードポイント見てみましょう。3枠から4枠になってます。はい。まあ、それは気にせず普通に戦っていきましょうか。ググバ。失敗した。ああ、こいつから挟みたかったのに。ずれちゃったね。スワが強いね。トルネードとか、プレスアタック周囲、パワードポイント生成。こいつわざわざパワードポイントを作ってくれてるような気がするね。もうやっつけないとちょっと怖い気がするが、まあ、やっつけに行きましょう。またリジェネしかないところがやっぱり注意でね。リジェネしかないんで注意してしつつ、石化強いね。石化スキルブーストもした。三河市装備もしてるね。おっと、また高みの見物。ボスが来たと思った。今ボスが来たと思ったんだけど、クローンを作って逃げちゃったね。はい。また三河市が出てるね。前回酔っ払ってたからちゃんと見えてなかったんですけど、三河市発生してるじゃん。なんで見えてないんだよ、みたいなコメントがありましたが、すいませんでした。
物理攻撃で挟まれた時にミスっていうのが出た時は見回しが発生してたんですね。はい。大抵のスキルはなんかアニメーションが起こるんでわかるんですけど、見回しの場合はただ攻撃された時にミスと出て避けたんだなっていう後でわかる感じですね。はい。さあ、どっから行こうか。こっちか。さあ、パワードポイントのためアップ率は結構高いのか、この辺も見てみましょう。どうでしょうか。ガンガン溜まってる気がするね。一回挟むと半分ぐらい溜まってる気がする。混乱。うわー、めんどくさいのやってくるな。しかも、こう倒しきれない。あ、そうか、倒しきれないな。混乱。ここも倒しきれてない。敵がちょっと強いね。あ、しかもググバー、混乱してるからまた倒せないか。混乱打ってくるのか、こいつが混乱打ってくるのか、ちょっと注意しよう。これか、フレイルが宙を舞う、ゼロフレイルクロス狙う、混乱、剣使い混乱、生意気だな。こういう、うざったいギミックやってくるよね。この面は弓ばっかりだから剣入れてこようと思うと剣使いを混乱させるというね。うぜえな、うぜえな。まあでもこれ挟めば終わるだろう。混乱が治らないとしょうがないんだよな。すごい、パワードポイント溜まりまくってるから使いまくっていいね、これ。混乱してるのか。これが、こいつが混乱打つやつでしょう。そうだよね。剣使いを狙って混乱か。P を使いたいが、P をうまく使えそうない。混乱してるしな。P がうまいとこに来てくれないな。まあ、いっか。普通に。ただ、二つで挟むだけにしてみようか。どうだ？石化とかしてくれればいいんだけど。石化は発生しないか。混乱やろ。こいつだけ残っちゃったね。これが残るとちょっとめんどくさい。さあ、魔法で。追撃でやっつけてくれないね。この二人だけ強いね。あ、でも数字が3、2だからまだまだ余裕だね。もう P 使っちゃっていいだろうっていう感じですね。よし。そうすれば、三河市も発生するし、まあいいでしょう。よし。失敗してる。失敗してる。決して酔っ払っているわけではない。グーグバが治ったね。グーグバが治ったね。これやっつけきれないぐらい体力があるね。よし。さあ、5分の4まで来た。こいつが変な、ヘンテコリなやつなんで。で、こいつは混乱か。一気にやっつけるのはちょっと無理そうだけど。よいしょ、よいしょ。あ、Pを使った方がいいね。Pは使った方がいい。よし。やれ。よし。いいぞ、いいぞ、いいぞ。いいぞ。さあ、これで。さあ、お。一発でやれ。よし、よし、よし、いいぞ。強い、強い。こいつも混乱させられると厄介なんで、一発でやりに行こう。よし。ここだ。硬いね、結構。三すくみで。優位に挟んでいるんだけど、そうか、こっちが。おっと、何か来た。ボスは来ないけど、P 使いまくりでやっつけましょう。混乱4と3と2ばっかり。あ、1が真ん中にある。1が真ん中にある。これ注意だが、どっからどう挟んだらいいかがさっぱりわからない。でも P を使いつつ、みんな挟みたい。グークーバーが外に出るか。違う、エルバーン。サクッと。まあ、そうか。こんな感じでいいかな。よし。ポイントだ。とりあえずここから挟んで。硬いから大変だね。そうか。混乱かけられると。めんどくさいからな。P を使いまくって。なるべく弓の混乱持ちのやつを先にやっつける方法で。1のやつからやっつけようか。これやっつけるんです。ここもやっつけたいか。ちょっと遠いな。よし。ググバで行くか。これがでも残っちゃうね。これが残っちゃうな。そうか。
めんどくさいな。でもこっちからやっつけたい。やっつけたい。どうしようかな、どうしようかな。ここにエルバンっていうのがあるし。じゃあまずここに行くか。ここに行ってここをやっつけることを先行しようか。優先しようか。よし、そうだね。あ、また P 失敗しちゃった。P 使うつもりだったのに。でもやっつけきれない。しまった。なんかやられちゃう。体当たり横1。大丈夫。ハサミ、大して強くない。さあ、1のやつが、こことここか。じゃあ、これどうだ？式。あ！ここずれちゃった。ここずれちゃった。おかしいなぁ。さすがピッツマン強い。だいぶ下手くそだなぁ。お、カウンター、いいね。あとは混乱野郎がいるから、こいつは優先的にやっつける。どれでいくか、どれでいくか。これどうだ？いけ、三河島発生。よし、ここがやっつけきれない。辛いな、辛いな。ピッツファーの魔法で届かないか。届かないね、届かないね。混乱しちゃう。誰かが混乱するぞ。セフレクロス、結構食らうが。混乱しなかった。じゃあ余裕でしょ。これは P を使って余裕かな。下が挟まれない。とりあえずは、これでいいか。しみかわし発生。あと1匹だけ。体当たり、大して強くない。はい、余裕でした。余裕じゃないか。下手くそなんだけど、キャラの強さで生き抜け。やりきったという感じだね。宝物結構入ったね。ここはちょっと見物。まあなかなか、P はもうほとんど毎回使っちゃってていい感じだね。こんだけ貯めやすいと。貯めアップが3倍の効果が発生してるのかどうかはちょっとよくわからない。アイテムは大したことないと。そろそろね、ボスと当たりそうなんだよね。それを期待して、この、いつもは、ラストの10だけ、お見せしてるんですが、そろそろ、いろいろギミックがあるかなと思って、順番に行っております。お、ここも弓が30。で、やばいね。また、他の剣も連れてきたいような気もするが、ブルババを、確か、ブルババ、あ、剣にすると弱いな。剣にしてもいいか、ちょっと。220。剣にしてもパワードポイントためアップ持ってるからね。剣にしてもいいか。ウルババ剣にしてやってみようか。でもそうすると、これ魔法防御が異常に弱いね、これ。うん、このままでいいか。よし。行きましょう。ちょっと、エルバーンじゃ弱くてアイリーンを連れてきたいところだが、ためアップパターンっていうことで、強いな、弓が。このままでは、王は何をしている？構わぬ、我らだけで。ゼロシリーズの共有意識に、ほころびが出始めていた。さっきの混乱野郎が、そうだね。混乱野郎が30匹出てくるってことでしょ？これ1匹ずつ見てみる。そうだよね。混乱野郎が30匹。うわぁ、両方やっつけるっつうの難しいね。頑張ってみようか。一旦でやっつけきれないんだよね。せめて三河氏が発生せよ。うわ、一旦じゃ無理なんだ。どうすればいいんだろうな、これ。あ、そっか。ピッツファーを両方に連鎖絡むようにすると。こんな感じか。これでどうだ。せめてやっつけ。やっつけ、うわ、届くか。届くか、届いた。あ、よかった。いやー、でも二ターンかけてようやくだからな。きつい。しかしこのためアップが異常に来てるから、P を使いまくって倒しまくるという方向でいけばいいかな。
か回復したなんか変な音が鳴ったね。毒か猛毒か。よしとりあえずこれはやっつけた。こいつらも強いからな。剣で挟むようにして一匹ずつやるか。難しいな。あー P 使わなかった。これ倒せないと混乱来るからめんどくさいことになるわ。どっちかを倒してくれ。どっちか。よし、こっちを倒してくれたならこっちは倒せるでしょう。ピッツファーの連携があれば多分いける。よし、オッケーオッケー、いい感じだいい感じだ、順調だ。食らわずに。さあ、真ん中のこいつがなんか変なことしてくるんだよね。でもこれはほぼやっつけられるから、しかも P 発生しているということは、他に何か挟みたい、他に挟んで、ここを縦挟みたい気もするんだが、縦挟みたい気もするんだが、うまくはいかないか。横挟むかな。じゃあ、じゃあこうでどうだ。おっと、石化した。石化発生。ナイス。石化発生したやつは無視していいから、この1のやつからやっつければいいんだ。1のやつからやっつければいい。さあ、ググバとコリンでいくか。2のやつはとりあえず無視して。なかなかいい攻撃だ。石化はやっつけなくてもいいんだけど、三河氏がでも発生するね。三河氏が発生するのは嬉しい。三河氏は周囲2。よし、こいつはさすがに素でやっつけたい。 P を使わずにやっつけたい。どうだ。よし、 OK。順調ではある。最後の5分の4と。大丈夫。おーっと、これは、4人で挟めばいい。4人で挟めばいい。よし、P、どうせなら P も使いたい。かなり硬くて1回ではやれないかな。どうだ。やれないね。1回ではやりきれない。1匹だけやれた。逆に面倒くさいという。こう来てこうか。これどうだ。さあ、やれるでしょう。両方とも OKOK。 ミスした。さあ5が、そろそろ5だからボスが出てくるんじゃないかなと思うんだけど、パワードポイント溜まってるし、見かわしは発生してないか。まあよ、さあどうだ。ボス出てきそうだけど、出てこない。数だけか。数だけなら余裕だ。数だけなら、これ、倒してくれと言わんばかりの、あ、そうか、外側を倒しに行くと、中のこいつらを生かしちゃって混乱が残るという感じか。そうか。なるべく2のやつは、2のやつは優先してやっつけたい。3のやつはとりあえずいいとして。ここの2を挟みつつ、ここも挟む。下にするか、それとも。よし。ここはやっつけきれなくても、次のターンやっつけられればいい。さあ、こっから P が発生しまくりだから、多分、外は全滅できるんじゃないか。全滅はできなかったか。さあ、いけ。わあ、上がやっつけきれないのか。さてと、この1がやらしいし、これの1もやらしいが、だから下を無視して、一回これをやっつけに行くっつうのもありだな。ここはやっつけてくれるかな、P で。ここがでも連鎖に絡む、これをやっつけられるかどうか。ここはとりあえず無視していいと、一回。どうだろう。
P が来ればって感じだな。まあ、いいか、1を無視するか、1をやっつけに行くかっていうところだね。無視。やっつけ行ってみるか。ただ P が、もし、三河氏が発生してるから、うわぁ、やっつけきれないか。そうだよなぁ。あ、でもこれで、さ、落石。あ、ダメか。落石があればと思ったんだけど。1のやつを1匹でも逃すと大変なんだけど、2匹逃しちゃった。セフィクロス、混乱来た。混乱来ちゃった。混乱来ちゃったよな。この混乱を、あ、ここにも混乱がいっぱい残ってる。しかも上は倒しきれていないしね。まず上を倒しに行って、おわ、あ、難しいな。クソだな、クソだな。ちょっと失敗してるね。この2はいいから1をやっつけるか。というわけにもいかないな。さあ、どうしようかな。どうしようかな。一応、1にアタックをかける。失敗した。うわぁ、失敗した。まずい。非常にまずい。ここ今、この1をこう、ブルババとこれで挟もうと思ったんだが、それほど大変でもない。グーバーが混乱しているだけ。グーバーが混乱しているだけ。あとは、特にないから、うわ、この辺をちょっと、気合入れて挟み行かないと、次のターンとかやばいね。さあ、P が発生するならば。全員混乱すると大変だが、剣使いは2人しかいないから。まあ大丈夫だろう。おし、ナイス、石化。石化したけど、やっつけた。毒が発生してる。よし、一気にいろいろやっつけた。そんなに強くない。1のやつ。全員1のやつ。1のやつからやっつけたいと思ったんだが、混乱も治っている。混乱も治っている。1のやつからやっつけたいと思ったが、1が遠い。遠い。ピッツファーの魔法が届けば、多分大丈夫。なのでどうするかっつうと、こいつもだ。下に届いたか。おし、よ、ほら、つけた。あと2、こいつ1匹だけ。よし。これは、余裕でしょう。はい、下手くそプレイでした。なかなかボス出てこないね、でも。どんどん強くなってください。いいね、みんなレベル上がって。よし。さあ、アイテムは？そうでもない。さあ、連続で次行きましょう。はい、今度は、サンダー。サンダーだね、サンダーだね。サンダーが8、杖。あと、剣が7。剣が7ということは弓は弱いのか。槍を連れてきたいが、槍部隊で僕強いのいないんだよね。このまま行ってみようか。ちょっと弓は不利だけど、剣があまり活躍しないかな。コリンをじゃあ闇だから、コリンを変えよう。コリンをゼロに変えていこうよか。コリンを、コリンをゼロに変えようか。ゼロ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 には、なんか持ってたはず。ヒール対稲妻シールドと稲妻リジェネ装備 HP プラス 20% と。 HP はそんなにいらないかな。対稲妻カプセル生成にしよう。よし、これでどうだ。これでいいでしょう。よし、これで挑みましょう。まだ、ためアップはまだそのまま続けたいっていう意思で。はい。剣7。ちょっと弓2が、ちょっと弱いかなと思うんだけど、このまま行ってみましょう。
パルパ頑張れ。ペペロペはパルパの痛みをかすかに感じ取る。ペペロペにとってパルパの決意は苦渋であった。だがそれを止めることはしなかった。パルパは岩人の姫としてようやく役目を果たせたのだ。あーっと、冬、あ、そうか、大丈夫だ。エルバーンにも確か冬あったからね。エルバーンも冬を持っていた。どれ？冬全体あるね。よかった。アイリーンで来なくてどうしようかと思ったが。さて、剣。レーザー光線横一列。繊維喪失レーザー横一列。横一列ね。繊維喪失してもいいやつ。いないな。つまり、こいつらを挟もうとするといきなり繊維喪失光線を食らってしまう。まずは浮きたいから、浮くだけを優先しようか。よし。倒しきれないと思うが、こと言って、繊維喪失光線してくる。あ、してこない。そうか。まだ数字が3だった。なら、余裕。この稲妻カプセルも、取りに行く方向で、浮いてるから、浮いててもこれ、なんか、暗いそうだな。いつもよりこの針が長い気がする。気をつけよう。ダメだ。魔法で挟んだら、耐えられないんだけど。うわぁ、倒しきれてない。弱いね。ちょっと食らうかどうかだけ試しに上移動してみよう。あ、大丈夫だ。よし。よし。よし。それが知りたかっただけ。さあ、こっから魔法野郎がガンガン出てくるぞ。わあ、爆弾か。爆弾か。大丈夫。大丈夫。これ毒爆弾だよ、確か。爆弾解除装備。ググバが持っている。ググバが持っている。確かこの毒爆弾は、さっき、前回会ったことはあるけど、毒大爆発周囲に。いやー、まずいな。やっぱり爆弾は解除した方がいいのか。浮いてるから大丈夫だわ。とりあえず爆弾解除できるでしょう。はい、はい、はい。ググバ連れてきてよかった。導火線に火がついた。危ない。導火線に火がついても関係ない。爆弾なくなってるからね。さあ、やはり強い。ピッツとゼロの二人が強い。さらにスキルブーストして、あっと、浮きがなくなった。浮きがなくなった。確か、ここが、あの、変な、ここです。爆発しそうだね。ここがあれだったから、浮きをなくしちゃいけないよな。そうだよね。避けた。で浮いてくれる。よし。で、爆弾もなくなった。オッケー。あとはここをやっつけられるね。られるね。浮きを常に発生しつつ。で、稲妻ダメージもカット。よし。で、両方やっつけて。よし、さすがゼロ。連れてきてよかった。強い。ググバもいてよかった。おーっと、来たな、ついに電撃野郎。放電ランダム。これはかなり食らった覚えがあるからな。気をつけないといけない。どうするか。サクと。どうするか。グーグーパーはそこに持っていき。これどうだ。ピーも発生しつつ。さあ、どうだ。一気にやっつけられるだろう。どうだ。さすがゼロ。強いが、しかも、いや、私、石化した。ここいけるだろう。どうだ。オッケー。一人は石化してるし、問題なし。P、使うまでもなく、やっつけるし。オッケー。あと1か。あと1個か。ラストバトル。さあ、そろそろボスか。爆弾やろう。爆弾を解除するか関係ない。なるべくなら浮きを発生しつつ爆弾やろうをやっつけると。爆弾
間野郎をまず1だからやっつける方向でいくよね。これを解除しつつ、あー P 使えなかった、クソ。よし、まず爆弾をやっつけた。あと放電とこのやつ、うわー、これめんどくさいや、めんどくさい野郎だが、めんどくさい野郎だが、僕の爆弾解除技にかかれば P を使いつつ、クソ、やっつけろ爆弾野郎、やっつけろ。爆弾が1個残ってるね。でもさあ、次は放電野郎が厄介だ。放電野郎まずやっつけ、放電野郎やっつけられるかな。放電野郎やっつけ、両方やっつけるのちょっと難しいな。魔法で上をやっつけて、魔法の余波で下も無理だな。上から行くか、上から行こう。あ、やっつけきれないか、やっつけきれたか、OK。放電ランダムが来る。これ、注意。そんなに食らわないね。そんなに食らわない。よし。じゃあ大丈夫だ。よし。あと一匹だけ。余裕だったね。思ったより余裕だった。さあ。まあ適当に。適当に、適当に誰がいても、まあ余裕でしょう。余裕じゃなかった。ちゃんと連携考えましょう。レーザー横一。死にはしなかったから。まあ余裕だな。スキルブーストまだしている。強い。はい。こんな感じでしょうか。ちょっとスタミナは残ってるんですが、長くなったので、いや待てよ。3戦ぐらいでやめておきますか。ふぅ。まあ、なかなかうまく戦えたんじゃないか。次7、8、9をやって、その次10だね。はい。というわけで今日も、いつもの酒場に行きましょう。さあ、出会い。今日も期待してますよ。出会い。真実の契約。来い。来い。さあ、どうだ。悩んでる。悩んでる。悩んでる。何を引こうか悩んでる。運営が悩んでいる。その結果、果たして、ん？これはすごいものが出てくるんじゃない？難産、難産の苦しみ。さあ、そうでもない。はい。真実の語りに心を動かされた者がいた。あ、新しいカードいいね。さあ、ベルレーヌ。おー、惜しいな。お、これ可愛いんじゃない？幼女系、剣キャラ？さあ、見てみましょう。新しいキャラ。さあ、キャラクターリストで。さあ、ニュー、ニュー、ニュー。ベルレーヌ。名前はいいよ。はい。アイス系のキャラ。竜狩りのベルレーヌ。この間もなんか、竜殺しのマラルメとか出たぞ。はい。アイスエッジ 80%、攻撃力 10%、対炎シールド、事故 50%、ブリザードエッジ。氷を伴った剣技。氷使い。ははは。マラルメの氷バージョンって感じかな。でもそんなに強くはなさそうなんで、まあ育てはしないでしょう。というわけでまた次回。ではまた。